半ンゲ症の葉が部分的に白くなった様子半ン小図は雑説の一つで半ンという薬草が生える頃、一説に半ンゲ症という草の葉が名前の通り半分白くなって化粧しているようになる頃とも、様々な地方名があり、ハゲ、ハン半ハゲン、ハゲッショなどと呼ばれる。七十二項の一つ半芸、半ン小図から作られた歴実で、 かつては、下手から数えて11日目としていたが、現在では、天球上の合計100度の点を太陽が通過する日となっている。毎年7月2日頃にあたる。この頃に降る雨を、ハンゲウと言い,い、大雨になることが多い。地域によっては、ハンゲ水とも言う。福井県大野市で食されるハンゲ。小津サバ、農家にとっては大事な節目の日で、この日までに、 畑仕事を終える、水筒の田植えを終える目安で、この日から5日間は休みとする地方もある。この日は天から毒気が降ると言われ、井戸に蓋をして毒気を防いだり、この日に取った野菜は食べてはいけないとされたりした。なお、七夕にも農作業を休むとする伝承が多くの地域に伝わる。各年の日付は以下の通り、ありがとうございます。